回のあらすじ。スチームワークショップで見つけたゲーセン謎解きステージを攻略するシャイゴゴ。ギミックに悩みつつも進めていく中、序盤で登場したキーマンハムスターのバーナードを奈落に落としてしまうというとんでもないミスを犯す。待って、転がる、あー嘘でしょ。待って、やらかしたやん。あいつ必要やん、ここやん、バーナードって。あえなくステージ序盤からやり直す羽目に。後編であるこの動画ではバーナードを回収した後のシーンからとなります。それではどうぞ。よし、やっとバーナードを救い出すことができました。イン、これでバーナードも一緒に。あ、よかった、今見えましたね、バーナードが。この中にバーナードのお家があったー。バーナード、ほら、家に帰れるぞ。バーナード、行け。え、いいな。あ、やっとバーナードがお家に帰った。よかったー、やっとだ。もうだいぶバーナード救出大作戦に時間がかかってしまいました。この赤いケーブルも繋ぐと何かが起きるんだな。さっきブーって言われちゃったけど、さあこれを刺すと何が起きるんだ。はい、お、これでか。これでやっとこう色のとこに入れられるようになるんですね。覚えておかなきゃいけない。むず、覚えんの。赤、青、緑ね。こっち側が信号ね。よし、まあ大体覚えた。ああ、上光るんかー、上光るんかー。で、いきまーす。やっとだ。これでブブーとか言われる筋合いがなくなるぞ。うら、いけ。このルービックキューブは何に使うんだ。よし、やっとだ。やっと次に進める。これで次に進めるとか。おお、やっと進んだー。うわ、これあれだ、グッドマークを作ってくださいだ。うわ、また時間のかかるのやらせるねー。あ、こうやって見れるのね。なるほどね。ただこういうの全然ね、苦手じゃないんでいいっすけど。ミスったらこれ消えちゃうのかな。やべえな、それはやべえぞ。ここが出っ張ってんのね。これはね、リスキーなことするよ。よいしょ。あもうこれあれだな、本当にミスったら水の泡なんで、ちゃんとやります。で斜めで、また斜め。うわ、危ね。1、2、斜め行って、待って、めっちゃ見づらいんだけど。行ったら斜め。うわ、危ね、危ね、危ね。ここだ。よし。うわー、大変。これ大変。入るのね。また入るのもむずそうだしさ、これ。おーし。おー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 おお。なんかやっと最後じゃない？ほら。エンドだ。よし。よーし、エンドだー、エンドだー。違う、待って、エンドじゃない、エンドだーとか言っちゃった。待って、違う。何これ、これ、ま、え、マルチマルチな感じ、それともここでもう本当にエンド、これで終わりな感じ。走らせてこれ全部取ればエンドか。面白いな。え、これ、え、ぶつかっちゃいけないの、全部でこれ進めないとダメとかだったら本当マジやべえよ。許せねえよ。待って、回転してる。あった。あ、待って、危ねえ。こうやって動かすのか。よし、やっと終わったー。うわー、なげー。はい、というわけで今回はここピクセルズというスチームワークショップのステージで遊んでいきましたが、ちょっとね、バーナード救出に、もう本編の攻略よりバーナード救出の方が時間がかかっちゃったね、実は。うん、まあ謎解きもあるけど、ゲームも本当にいいバランスでできてるね、ステージなんでね、ぜひともこれ本当にスチームワークショップのサブスクライブランキング上位の方に入ってたステージなんで、皆さんこれ興味がある方はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、このピクセルズというステージサブスクライブして遊んでみてください。
そして私こういうスチームワークショップのステージをたくさん遊ぶ動画今後もやっていきたいと思いますので、興味のある方はチャンネル登録と通知のオンをしていただけると、俺が動画をボーンって上げたら皆さんの端末の元に通知がバコンって届きますんで、ぜひとも皆さんそちらの機能もご活用ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。動画投稿の励みになります。バイ。ここ